それでは本日のヒーローにお越しいただきました。まずは一試合5安打ナイスバッティング今井選手です。ありがとうございます。2006年以来、2度目の一試合5安打、今日のバッティング振り返って。いやもうヒットは何本打てて嬉しいもんなんで、もう本当に嬉しいです。いつかのシーズンを思い出すようなバッティングだったんですけども。そうですね、いやもう本当にその時を思い出してもらえれば嬉しいと思います。今日の試合はどんな気持ちでゲームに臨んだんでしょう。いや昨日負けてるので、もうここまで来たら本当に一戦も負けれないので、一日本当に今日はもう絶対勝とうという気持ちでバッターボックス試合に臨みました。明日からも本当に大事な試合が続きますが、ファンにメッセージお願いします。はい、本当にね、今日はこういう大差で勝ちましたけど、明日からまた厳しい戦いが続くと思うので、また熱い声援をよろしくお願いします。まずは一人目今井選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、見事球団記録を塗り替えましたキャプテン西岡選手です。ありがとうございます。シーズン21試合猛打賞球団記録を塗り替えました、今の気持ちは。偉大な、先輩方が作ってきた記録なので、それを越したということは本当に光栄だと思います。はい。本当にバッティングだけでなく、もうそのプレー全てがですね、今シーズンそのキャプテン西岡選手、選手をみんな引っ張っていってるっていう、そういう感じなんですけども。いや別に僕別に引っ張ってるとは思ってないんですけど、僕だけじゃなくね、全員が本当に勝ち勝利っていうのをね、一つ一つ取っていくために、全力でやってるだけだと思います。そして大事な試合まだまだ続きますけども、メッセージお願いします。そうですね、今日も今井さんがね5本打って、打率も追いつかれそうになってきているので、絶対に今井さんには負けたくないので、良き先輩後輩でもあるし、良きライバルでもあるので、チーム内でそういう競争が、出てくればもっと強くなると思うので、一人でも多く、出てきてほしいなと思いますね。はい。本当に素晴らしいバッティング、今日2人のヒーロー今井選手西岡選手でした。ありがとうございました。